ピーター・オラインカ・オラデーは、ナイジェリアのサッカー選手。ナイジェリア代表。ポジションは FW。36ライオン FC から2012年1月に、KF バイリス・バルシュに移籍したが、まだ17歳であったために、U-19 チームに所属した。2012から13シーズン開始とともにトップチームに、昇格、10月20日の試合で、ゼトミルセハに代わって、 途中出場し、選手初出場を記録した。11月に監督が交代すると出場機会を増やした、2013年2月3日には、クパエシュチパリセで初得点を記録した。クパエシュチパリセでは他にも2得点を記録、クラブ史上初の決勝進出に貢献した。他方で、カテゴリアスペリオレでは14試合無得点に終わり、 クラブもわずかに降格を免れるという成績であった。2012から13シーズン終了後には国内外からの関心が寄せられ、FC ポルトは50万ユーロでオファーをしたが断られたと報じられた。彼はクラブとの契約を破棄しようと国際サッカー連盟に訴えたが、クラブ側も同様に訴えたため、結局クラブと契約延長し、 家に神アデレン SK に期限付き移籍することで落ち着いた。2014から15シーズン開幕前に FK クケシへの移籍でおおむね合意していたが8月28日に王者の KF スカンデルベウコルチャに移籍した。彼のスカンデルベウコルチャへの加入はペロペッチがクケシに移籍したためにその後釜としてのものであったがこの移籍にクケシ側は激怒し アルバニアサッカー連盟と警察に通報した。しかしこの遺跡が覆ることはなく、9月19日に遺跡後初出場を記録した。2016年に3年契約、遺跡金110万ユーロでカーヘントに遺跡。その7月に FK でユクラプラハに期限付き遺跡が決まった。翌年はイスブイズルテ・ワルヘムに期限付き遺跡した。 2018年7月21日に4年契約、移籍金320万ユーロで SK スラビアプラハに完全移籍した。アルバニア在籍時代にはその才能からアルバニア代表初の帰化選手になり得るのではないかとの議論がなされた。本人も国籍が取れたらプレーしたいと述べ、前向きであった。しかし、アルバニア国籍を取得することはなかった。2019年9月に、 翌月のブラジル代表との親善試合に臨むナイジェリア代表のメンバーに入り10月13日に行われた同試合で代表初出場を記録した。ありがとうございます。